野毛町。野毛町は、神奈川県横浜市中区にある地名。現行行政地名は、野毛町1丁目から野毛町4丁目、二丁目。住居表示未実施区域。郵便番号は231-0064。約500点もの飲食店と動物園や大道芸で知られる。江戸時代末期に東海道と横浜港を結ぶ、横浜道が開かれ、野毛山の中原に、霧通しで、 道が作られたことで、同地区は交通の要所となった。その後、明治時代の陸上機の開通により、桜木町駅の開業を、三菱重工業横浜造船所の開設などで、繁華街として栄えてきた。第二次世界大戦終結直後に、伊勢崎町や港湾施設など横浜市の中心部の大半は、新中軍に接収されていた。この時代に、同地区は、 日本人街の中心として機能し、日本が物資不足にあえぐ中で、のげに来れば何でも揃う、と言われるほどの賑わいで、福音の兵士やかつての行員などが食と食を求めて集まりもったがいしていたという。当時は闇市と屋台が並ぶ地域で、まだ埋め立て途中の桜川に沿って、貴重な動物性タンパク質源だったクジラカツを販売するクジラ横丁などは、 終戦当時を象徴する場所として語られることが少な,ない。ミ空ひばりが本格デビューを果たした場所とされる横浜国際劇場もかつて東地区に存在していた。最寄りの桜木町駅が東急東横線については2004年に廃止された後、野木飲食店街では売り上げの減少や廃業に追い込まれる店が相次いだ。賃料が下がった秋天に若い飲食店主が 進出するようになり、一時は3割以上減った、野毛飲食業共同組合の加盟点数も回復。中高年男性が多かった客層も若い男女や、家族連れを含めて広がった。横浜国際劇場の閉館後、跡地には、ウィーンズ横浜、場外馬券売り場が建てられ、週末に馬券を求める人たちで賑わうようになった。また後日の、 野毛大道芸が毎年4月に開かれ、町の名物ともなっている。道地区は現在でも中低層の店舗、飲食、料理店などが大半を占めているが、上層部に共同住宅を設ける高層ビル化も進んでいる。大岡川周辺の平坦な低地と野毛山の丘陵地で構成されている。東に花咲町、南に大岡川、西に追松町、宮川町、 北に西区古部町に接している。地区名としての野毛には、野毛本通りを挟んだ宮川町を含めて考えることも少なくない。最寄駅の一つである桜木町駅の南西に位置し、野毛近道で駅と直結している。古くは、武蔵国倉木郡、戸部村の字で野毛浦と呼ばれていた。町名の野毛は、のつけ、突端、または、崖を、 意味から展示たとされる。2017年、平成29年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。野毛近道は国道16号によって隔てられた桜木町駅と野毛町方面を直結する地下道として1999年に開通した。 JR 根岸線、横浜市営地下鉄ブルーラインとピオシティ、野毛の街を直結している。名称は、近道と、近道とをかけている。野毛ジャズデボン踊り、野毛ジャズでン踊りは2014年9月に第1回目が開催され、それ以降、第2回2015年9月と年々来場者も増え、大道芸とは、また違った子供から、 大人まで楽しめるかがたいイベントとして年1回となった野毛大道芸の秋に変わるイベントとして定着した。2016年9月第3回の開催予定では日中間の国際交流も交えてジャズをテーマとした横浜市最大の盆踊りイベントとしての地位を向上させている。野毛大道芸は1986年に 野毛の町の,の活性化を図るために開催されたイベントで、春と秋の年に回開催されていたが、1995年からは、春の4月のみの開催となった。金庫賞もある。2004年に、秋の野毛大道芸が復活。また、2006年以降、野毛大道芸夏の陣も開催されている。なお、現在では、 野毛大道芸は観客動員数では横浜市で最大のイベントとなっている。野毛大道芝居は1994年野毛大道芸の前夜祭りとして企画された。評論家、平岡正明、小説家、小木野ン奈、僕慶美奈美、俳優、高橋昌英、シャンソン歌手栄のボール元次郎、前衛芸術家、秋山雄徳大使、舞踏家、吉本大輔、 元横浜市長、高秀秀信、全横浜市長、中田博志ほか、野毛に、ゆかりの文化人や市民が、参加、2005年前11回で終了した。野毛大道芸ブランド事業の一環として2008年、平成20年度に始まった企画。野毛の新名物として、かつてクジラカツを売る、露天群があったことをヒントにクジラ料理のメニューを、開発。居酒屋、寿司屋、 お好み焼きや、イタリアンバーなど30点の参加でスタートした。桜木町駅と日の出町駅の中間に位置する、野毛町と宮川町を中心としたエリアは、神奈川県内有数の同性愛者向け商業施設が集まる地域でもある。とりわけ、平戸桜木道路と大岡川に囲まれた、観楽街一帯、および、野毛坂周辺、野毛坂動物病院のある交差点近辺などに、 ゲーバー、発展場、ゲーム系の雑誌や、アダルトグッズを販売する、ショップ、ゲー専門の成人映画館などが点在している。その数は53カ所ほどに及び、ゲーバーだけで37点、野毛21、宮川14、吉田1、福富1を占めている。店によっては、日の出町駅で降りた方が近い。同性愛者の街として特化しているわけではなく、 一般の異性愛者向けの飲食店、ラブホテル、風俗店、ソープランドなどが中心なので、通り過ぎただけでは、ここがゲイタウンであるとは気づきくいい。ここをよく訪れる近郊のゲイには、野毛と呼ばれる、桜木町という通称もある。野毛、宮川及び横浜市内のゲイバーは、戦後のかなり早い時期から存在していた。その起源は、 新中軍向けの店だったと言われている。しかし地元の同性愛者だけしか利用しないため、知名度は決して高くない。会員制と書かれたこの街のバーの多くはゲイバーである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。